はい、どうもエルザレットです。それではウィッチャー3ワイルドハントやっていきましょう。久しぶりですね、続きをやっていきたいと思います。それでは夜にしたので中に入っていきましょう。来てたか。さあ、ケツの置き場を探そう。すぐに始まるぞ。いい曲やったね。まあちょっとね、何かと気になるところの歌詞はあったけどね。あれ？誰だわ？
ードでテメリア人を殺したのは誰よ。静かにしろ、音楽を聴きに来たんだ。人殺し？戦争中なのよ、珍しくもないわ。おい、言い争いはどこか別の場所でやってくれ。また喧嘩か。ここは上流階級向けの店と聞いていたんだがな。ゲラルトは自分の頭を危険にさらして人のケツを救うやつだ。救うですって？人を殺したのよ。そう熱くなるな。扉は向こうだ、外でやれ。ごちよう。私は音楽を聴きたいの。音楽よ。世界の文化の中心か。聞いて呆れる。紹介しよう。こちらがプリシラ、またの名はカロネッタ。彩色兼備の素敵な女性だ。そして彼はゲラルトね。知ってるわ。ダンデリオンがよく話してくれたから夢中になって聞いたわ。驚かないで。ウィッチャーと女魔術師の恋なんて物語の題材としては最高でしょ。失礼、女魔術師たちね。そうだよね、やっぱり話してるよね。あー、やつは何もかも話してしまった。これだから銀融詩人は信用できない。銀融詩人に秘密を話すべきじゃない。必ず暴露される。君が聞いたようにな。まあいい。俺の話の他に自分のことを話していなかったか。何をするとか、どこへ行くとか。最高、面白すぎるわ、本当に。じゃあね。ここではまずい、ついてきて。さあ、道化者ね。こそこそしなければならない理由でも。終わりよ。最後に会った時、強盗の話をしてた。ジギルーベンの宝を狙うとか。なんてこと。宝か。それ以来会ってないわ。ルーベンはどんなやつだ。ルーベン、どんなやつだ。背の高い、太った危険なやつだ。足を引きずってるの、左足を。岩トロールみたいだ。左足。すごく頭が切れて、犯罪に情熱を持つトロールがいたらあんな感じでしょうね。トロールか。それもそれで気になるな。ダンディリオンは何を考えていた。ダンディリオンが宝物小破りとは、一生独身宣言の方がまだあいつらしい。パシフローラでワインの代金を払い忘れただけで3日も眠れなくなった男だ。なぜそんなことを言い出したと思う。借金でもあったのか。誰かを助けるためだと言ってたわ。緊急のことだって。その誰かだが、名前を言ってなかったか。いいえ。でもダンディリオンのことだから女性でしょうね。彼女の体のラインについて語る時間があれば名前も聞けたかも。じゃあ戻ってきてないってことだよね。つまり強盗計画は失敗したのか。うん、強盗を企てたが失敗に終わったと。派手な黄金の馬車で迎えに来ないところを見るとそのようね。あちこち尋ね歩いたけど、町中の人が言葉を忘れたかと思うぐらい何も。ただ彼がホワソンジュニアの家で騒動を起こしたことだけは分かった。町中追いかけ回されたとか。ホワソンジュニア、知らない名前だ。ノビグラドの悪党では一番大物だ。ケツの穴は小さいが。そうか、嫌われ者なのは分かった。何かされたのか。この町の裏社会を牛耳る4人のボスの1人なのよ。他の3人はシギ・ルーベン、クリーバーことカルロ・バリーズ、そして物乞いの王よ。あいつめ、少なくとも教会にまで手を出してないならそっちが絡んでくる心配はないが、かなり難しい状況だ。さあ、どっちにしよっかな。助けてやらないとな。ダンディリオン生きて戻ればいいが。こっちやね。まったく。ダンディリオンが生きて戻れればいいが。それだけが望みよ。捕まった銀融詩人は指を折られたり舌を抜かれたり、その両方だって。安心しろ、俺が助け出す。まずはホワソンと話さないとな。シギ・ルーベンとも。奴らの居場所は。ホワソンは分からんが、ルーベンは浴場を経営してる。気をつけろよ、奴は危険な男だ。俺もな。そうでしょうね。でもダンディリオンは違う。お願いだから急いで。何か分かったらすぐに知らせて。さあ、行きますか。うん、こんなところに用はない。俺はローズマリーに戻るよ。ポピーに餌をやらないとな。
それから俺たちの小鳥が自力で帰ってくるのを待つでしょう。それじゃな。君に届けクリア。悪いものを食べてしまったようだ。いや、ゾルダン、ちょっと。んじゃ、ちょっと次の目的地まで移動しますか。まあ、まさかね、ホワイトウォーチャードの宿屋の人が来るとは思わなかったけどね。あれ、意外だったな。さあ、距離は60ぐらいだから、すぐ行けそうだね。この辺りかな。結構たたずまいがすごい、ね、誰かいないか、開けろ。何の騒ぎ。今日は営業してます、ね、ノックじゃねえじゃん、蹴り入れてるしね。ここにいるはずだ。ご主人様は今とてもお忙しいのです。なぜ忙しい。忙しい、なぜだ。お客様をおもてなし中でして。では別の客が待っていると伝えろ。リビアのゲラルトだ。彼に会うまでは帰らない。わかりました、伝えましょう。お待ちを。さあ、顔が効いてるからね。シニルーベンが心よりお迎えします。私はハッペンです。ちょっとハッペン、顎顎が特徴的すぎる。浴場でお会いになられます。手前の更衣室で服を脱いでください。行こう。了解。まあ浴場だしね。気もいらないでしょう。ここで服を脱いでください。装備品はお預かりします。まあ何かあったとしたら、すでにね。ありがとうございます。シギルーベンは隣の部屋です。ねえ博士、素敵なお尻ね。言った通りね。赤くならないわ。それでジュニーは手を切り落として死体の尻に突っ込めすね。それから死体を送り返した。クリーバーの方が大きいわ。馬みたいなの。ルーベンを見てない。さあ、この奥かな。この横に立っている。あいつの考えてることは明白だ。真っ赤になってるの。落ち着けクリーバー。ホワソンジュニアはもう死んだも同然だ。書記官に通知書を送らせる。書記官はいないくせに。ジュニアを消すのは唯一全員が同意した時だけだ。ルーベン、客だぞ。なぜこいつを入れた。話したかったからだ。リビアのゲラルトだ。また会えて嬉しいよ。いつも通り仲間外れか。お前は何者だ。何者と言われてもね。ウィッチャーだ。ウィッチャーだ。配管を直してもらうのか。それは問題ない。ゲラルトは昔からの友人だ。ただ友人ね。侵入者だ。何者かが浴場に入り込んだ。一人じゃない。こいつは何を言ってるんだ。占い師かなんかか。殺し屋よ、やめて。チキショウ、思った通りだ。隠してある武器はないか。少しだけな。少しって十分すぎるやろ。さあ、とりあえず邪魔者は消してから話をするとしようかね。こんな格好でする喧嘩は初めてだ。さあ、こういう戦闘はね、一回だけにしときたい。やっぱね、武器的にね。さあ、
さあ、あとは一人も逃がすな、いいな。おお、やっぱ武器が強いから早いね。さあ、片付け終了。よくやった諸君。本当に申し訳ない。うちの警備の不手際だ。必ず黒幕を突き止める。ホアソンの手下どもだ。わざわざ調べるまでもなかろう。おい、気をつけろ。客人の前だぞ。その話はやめろ。襲撃の直前にやってくるとは大した偶然だな。どうにも疑わしい。釈明の機会を与えてやろう。まあタイミングが良すぎるしね。そうだね。まあ話を聞くか。ホアソンジュニアを探してる。ほう、やつに何の用だ。そうだね、人探しに力を借りたい。人探しに力を借りたくてな。ホアソンは生涯を通して誰にも力を貸したことがない。丁重に頼むさ。どうだクリーバー、もしジュニアをゲス呼ばわりせずに丁重に頼んでいれば今日現れたかもな。お前ら正気か。おしゃべりに興じてる場合じゃない。ホアソンは俺たちを狙ってる。やられる前にやるのが鉄則だ。お前らがここに座って湯に浸って屁をこいてあぶくを眺めてる間に、俺なら部下をホアソンの隠れ家へ送る。騒ぎを起こして奴をいぶり出してやる。そしてお前、ゲラトリックだかなんだか、ホアソンを見つけたいなら俺を見つけるんだな。先に見つけてやるって言わんばかりだったね。そうだね、先にジュニア見つけたい。ホアソンを見つけたい。クリーバーより先に会う必要がありそうだ。ジュニアは隠れるのが得意だ。奴には田舎者の知恵があるからな。俺は失礼する。捜索の成功を祈るぞ、ウィッチャー。明日会いに行く、フランシス。続きはそこで。さて、まずは服を着ないか。もちろん。それから話そう、二人でな。まったく、しょっちゅう入浴する原因を作った男に再会できて嬉しいとはな。それでお前が清潔になったなら足首を折った甲斐があったな。残念だが完治はしとらん。はあ、昔最低面識があるのか。見つからなきゃならない。そうしないと夜明けのボークレールの鐘みたいにガンガンうずく。それは痛そうやな。それは気の毒だ。そうせざるを得ないか。それは気の毒だ。それは気の毒だ。気の毒、そりゃ嬉しいね。もっと思いやりを見せてくれるか。そうすればきっと奇跡的に回復する。ルーベン、いやいや、いや、ディクストラだったな。今日はお前のヨタ話に付き合う気分じゃない。具体的な要件で来てる。聞きたければ聞け、そうでなければ、まあ遠慮しないでここからすぐに追い出すがいい。構わんさ、話せ。クリーバーがホアソンを見つけるとどうだかな。だがそのためなら奴は町の半分をも焼き払う。時間の無駄だ、放っておけ。何か考えは。ジュニアが牛耳っている区域がある。そこを調べろ。だがこっそりとな。さっきみたいに裸で大立ち回りを演じる必要はない。まあバレるなということか。ホアソンとの戦いを避けたいのなぜだ。ジュニアとの戦いを望んでいないようだが。ビジミル王に幾度となく話したことを教えてやる。戦争は何も解決しない。次から次へと新たな問題を生み出すだけだ。しくじるな。ホアソンの裏に誰かがいる。正体が分かるまで奴を殺すなよ。絶対殺さない感じか。まあまあまあ、出方を伺いながらだね。元レダニア諜報員のシギスムンド・ディクストラだと。
ああ、やっぱ前作あたりで関係性があるのか。そして力を合わせて事前事業でもしていれば仲間と呼んでもよい。だが我々はお互いに過剰に干渉せず、たまに一緒に仕事をするだけだ。仲間ではない。俺の正体ベドラムは当然知ってる。他の者はおそらく疑ってる。だがその話をしないだけだ。必要がない。まあお互いに利益のある関係性だから深入りはしないってことだろうね。うん、聞き込みをしてみるのも手だな。いかに潜伏中といっても収益を回収するなら引きこもってはいられないはずだ。奴の稼ぎの柱はギャンブルだ。町最大の賭場を支配してる。昔ギャンブルあるんだね、このゲームね。大祭司ヘメルファルトが騒ぎを起こした。賭けで指輪を取られちまったのさ。指輪こう。さらに町の奥深くに闘技場がある。賭場並みの上がりを生む。常に屈強な男を募集してるぞ。闘技場楽しそうやね。いいね。あそこにいるとは思わんが、まあ手がかりはあるかもな。そうね、じゃあ賭場はどこ。ジュニアの賭場はどこだ。なんと英兵団の塔の近くだ。オアソンは表向きは賭場と無関係だ。だから慎重に言葉を選べ。今、ね、怪しまれないようにしろ。じゃあ闘技場は。闘技場は当たってみよう。どこにある。ギルドルフ地下の下水道だが、ビッツを通っていかねばならない。貧困の悪臭に耐えてな。ジュニアは喧嘩が大好きだ。ウィッチャーの試合が見られるとなれば姿を現すかもしれん。闘技場はちょっと濃厚だね。ホアソンには家があると言ったな。どこだ。橋の向こう側、聖堂島の立派な家だ。いない方に下着をかけてもいいぞ。ジュニアはそこまでバカじゃない。そうか、まあ家にて情報は取れるけどっていう程度だね。ただ闘技場にホアソンがいないか確かめる。クリーバーとも話してみよう。好きにしろ、ただし慎重にな。奴は必ずホアソンに報復するだろう。協力に感謝する、ディクスは。いいから行け、ウィッチャー。もし見つけられなかったら会いに来い。あいつのことはよく知ってる。何か考えつくかもしれん。まあ3つとも当てはまらない可能性もあるわけだね。そうだね、ダンディリオンの話聞こうか。おい、ダンディリオンが行方不明だ。何が起きたか知らないか。ジュニアの不況を買う者は皆同じ結果に行き着く。つまり？とびきり美しい乙女に囲まれて、ナイチンゲールの舌を詰めたペストリーとスパークリングワインを勧められているさ。どうなったか想像つくだろう。ホンターの底に沈んでいるさ。自分のマンドリンの弦に巻かれてな。リュートだ。それかトロンボーンと一緒に水底で腐っているかだ。わざわざ訂正しなくてもね。そうだね。なぜいら、まあちょっと口調があれだったね。どっちかな。どうなんだろう、ね、ダンディリオンに個人的な不満があるってわけじゃないだろう。もちろんある。本気か。大真面目だ。ダンディリオンは近頃ソネットを発表した。その第2節でこいつは挿入員ではなく二行員を使った。俺の中の死を愛する心はどれほど傷ついたか当然わかるだろう。あの野郎が許されるわけがない。真剣に聞いてたんだが。真剣だ。お前の男を心配する時間はない。俺には俺の問題がある。お前の力が役立つかもしれない問題だ。ほう。やってくれるならダンディリオンのことを調べてやってもいい。何が起こったのかをな。ああ、それ助かるな。なんか報酬の話はちょっとしない方が良さそうやな。手を貸そう、どうすればいい。どうすればいい。言葉で説明するより見せる方が早い。百聞は一見にもおしゃべりにもしかず。ああ、それからもしここで見たことを誰かに漏らせばその腹に剣が突き刺さることは承知してるな。そう思ったよ。よろしい。もう一つ頼みがある。いや率直に言おう、命令だ。俺が頼まない限り剣を抜くな。頼まない限りか。なんか出てくる感じがするな。ん？ここはまさか。ああ、隠し扉があるのかな。
来てもらえるかな。おお、水を流すだけじゃなくって感じだね。さあついていくか。ちょっとねジュニアを探したいのは山々なんだけど、ちょっとこっち進めたい。おお、危ない危ない。意外とねこの視界がね、視界が降りれる降りれない。よしよし。さあリクストラあとついていこうか。バートやめろ、今すぐだ。バート、ダメなやつ。シギの宝をなくした。壁に頭を叩きつけてもそれは変わらん。バート痛い。バート考え浅い。バート頭悪い。悲しみがない。なぜここへ連れてきた。そうだよね、これトロールなのか。トロールとの意思疎通には困ってないようだが、なぜここへ連れてきた。あの穴を覚えておけ。仕事はあれに関連してる。それとあの扉が見えるか。裏に金庫がある。最近まで貴重品が詰まっていた。バート守った。そしたらドカーン、宝が消えた。つまりだな、誰かが20トン近い俺の金やら何やらを盗んで逃げた。そしてお前は取り戻すのを手伝うんだ。よく考えたい。まあ受けるしかないだろうな、この状況はな。手伝おう。熱意に溢れてるようには見えんな。ウィッチャーの性格だ。感情を剥奪される。でなければ嬉しくて飛び跳ねてる。まあいい、あたりを調べよう。だがまず質問がある。言ってみろ。そうだね、証拠集めないとな。目撃者は。事件を目撃した者は。バート以外にか。いない。金庫の正確な位置は宝の共同所有者しか知らない。それか泥棒だな。じゃあ上の階は。強盗があった日、普段と違う出来事はなかった。いつも通りだったと八辺が断言してる。常連が来て事件もなし、のどかなものだ。断言してるか。20トンって言ってたね。ちょっとどんなものを入れてたか聞いとかんと。全部でどれぐらいの価値があったんだ。それがどうした。謝礼の計算か。あんまり期待しすぎるなよ。そんなことは分かってる。何を探してるのか知っておきたいんだ。ニルフガードのフロレンスが3箱金庫に詰めた。ルビー、トパーズ、銀の食材に大皿、まだまだ言えるぞ。ピカピカの宝、全部消えた。そうか、まあ結構なところか。まあ泥棒は穴から入ったのか。泥棒は後ろにある穴から侵入したのか。素晴らしい名探偵様だな。他に名推理は。今年が何年か答えようか。それともレダニア王の名前か。いや、だが不思議だろう。どうしてあんな穴ができたのか。穴ない。ドカーン。穴できた。バート見たかった。でも見ないで。寝てた。悪いキノコ。頭、眠った。ああ、ドカーンの方聞こうか。ドカーンだって。詳しく言えるか。ドカーン。いやいや、表現じゃなくてさ。説明する。爆発は金庫と下水道を区切る壁にあの穴を開けるぐらい大きかった。このトロールとの意思疎通がうまいな。経験の積み重ねだ。ずっとバカと働いてきた。まあ結局爆発物があったって感じかな。悪いキノコ、それは何だ。カビを出す。胞子は極めて有毒だ。人影で死ぬ。トロールでなければな。あ、ただ守りにはうってつけだったわけだね。バートはトロール。お前には言っていない、マヌケ。
どこまで話したか。ああ、カビの胞子だ。金庫の反対側の下水道の壁を覆っている好都合だと思っていた。守りが固まると泥棒はそこを通り抜けた。なるほどね。バート、そいつらを見たか。バート、穴通った。爆発したものを見たかった。キノコ吸った、眠った、宝消えた。ダメなドロール。もういい、黙れ。そうか、まあ見つけるか。自分で泥棒を見つけようとしたか。当然だ。ホンスというノロマを雇った。俺たちは毒キノコの解毒剤を飲んで一緒に下水道に入ったが、すぐに俺だけ一人で戻った。何があった。やつはものすごいゲップを始めた。壁が揺れるほどのゲップだ。そいつに言った。やめろ、伯爵の御前だぞと。まあ元伯爵だが、とにかく。するとやつは解毒剤のほとんどを吐き出しちまった。引きずり出そうとしたら泡の音がして、何かが水中から這い出してきた。水中から這い出るか。だが自分の命はもっと大切だ。ポンスを離し必死に走った。どんな何かかな。新しいやつかな。多分あいつと思ってるんだけど。俺にもよくわからん。下水道の空気は胞子で淀んでいた。あそこではほぼ何も見えない。見えない。何か気づいたはずだ。例えば。いや、何一つ気づかなかった。専門家を連れてたわけではないからな。役に立てなくてすまんが、すぐにでもあそこから逃げ出したかったんだ。そうか、じゃあ調べるしかないかな。下水道を調べるべきだな。解毒剤はまだあるか。小瓶がいくつかある。調合法もな。正直ひどい味だが、命は守られる。ほら。お、助かるよ。感謝される言われはない。コップスモールドの解毒剤。解毒剤は役に立たん。いいか、用がある上にいる。空っぽの金庫を見てると海洋ができそうだ。うまくやれよ。さあ、そしたら、もう早速装備してるね。一体何に巻き込まれたんだ。確かにね。錬金術。霊薬ではなさそう。まあ、まあないから作れないのかな。まあまあ製造だったけど。さあ、とりあえず消化って。お、早速。内側で何かが破裂し、壁ごと吹き飛ばしたのか。浴場の下水管はここに集まってるようだな。とかで下水管を知ってるやつがいるということか。そう。下水管の柵か。爆発でくしゃくしゃだ。モルタルがついてる。つまり爆発時には定位置にあって、爆風で壁から剥がれたのか。魔法の痕跡はない。呪文ではなく爆弾だ。ではなぜその破片が見つからない。か、水で流されたところまで下水管の一部が強烈な爆風だったらしい。でも毒が張ってきてるね。道を進めない。さあ、ウィッチャーの霊薬の方がマシだな。そんなに頑丈そうな策だ。あれに何かを通すのは無理だ。これは無理だね。うまいこと爆発させたって感じやな。ちゃんと今なんか見えたね。やっぱドラウナーか。やばい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 。ドラウナー出るよ。おお、どうぞ。ドン。よし、危ない。
ちょっとアイテムは後で取り込ようかな。特にこの辺りは何もないと。いやまだいる感じがするね。あ、なんかあった。ディクストラが雇った悪党だ。悪党か。ドラウナーがいるってことは燃やしてた方がいいのか。いや、まだそういう感じではないけど。あ、でも終えたね。まあね、ちょっとドラウナー増えても困るからね。お、こっちは他の者の話は出なかった。ダンデリオンの仲間か。あちこちで吐いてる。おそらく解毒剤を持っていたんだろうが、こいつも吐いてしまったんだな。死体を燃やさないと。やっぱ燃やしてて正解か。じゃこれでドラウナーは他の餌場に行くだろう。うん、じゃかかってこい。よし。さあ。離れて燃やして切る。よし。こんなもんか。なんか落ちてた。うん、容器の底、おそらく銀製だな。そこにルーンが刻まれている。歪んでる。多分爆発のせいだ。おそらく爆弾の一部だろう。この匂いはワイバーンの油と絡めるか。ここはもういいな。ディクストラに会おう。ああ、じゃあ特にはもうこれ以上はない感じか。金貨だ。痕跡はここまでだ。ダンディリオンは船を使ったのか。船か。じゃあちょっと戻って話しますか。特にはもう証拠はないかな。あ、あった。うん、間違いなくここを通ったな。お、指輪手に入るか。ああ、じゃあちょっとね、道しるべ的な感じで落ちてるっちゃ落ちてるのか。また宝石だ。真珠。お、あった。指輪。ダンディリオンの仲間はガサツだったのか、それとも慌ててたのか。銀とエメラルド。高そうやね。あ、こんなもんかな。うん、ちょっと情報をまとめますか。じゃない、ここ。さて、こう行ってこう行って、いやー、でもダンディリオンは盗んで何を考えてるか分かんないね。まあ、盗むようなキャラではない感じだから、なんか重要なものがあったんだろうけど。おい、ディクストラ。話せるか。いいと思う。何の用だ。さあ、調査が終わった。金庫付近の下水道は隅々まで調べた。それで何か分かったか。さあ、泥棒の死体を見つけた。別の死体を見つけた。泥棒の一人だ。解毒剤を吐いていた。フォンスのように。麗しい死に方だ。死体には何か。空の瓶だけだ。うん、ほとんど痕跡を残していないようだな。ただの運び屋だろう。新たな情報は何もない。袋小路だ。文字通りな。さあ、泥棒は宝を船に乗せた。盗まれた宝の一部から足取りをつかんだ。
おとぎ話で言うパンクズだな。知っている。ヘンゼル、グレーテル、燃える魔女、ノビグラドにはぴったりだ。足取りは下水出口の川で途絶えている。おそらく宝を船に積み込んだんだ。そうだな。ドブネズミが車を引いたとは考えにくい。そして船は足跡を残さない。つまり水の泡だ。さあ確信いきますか。爆弾の破片を見つけた。爆弾が壁を吹き飛ばしたようだ。見ろ。銀の容器の底だな。ルーンに覆われている。面白い。中身に心当たりは？匂いからいくつかの材料が分かった。ワイバーンの油と砂糖だ。砂糖？冗談を聞く気分じゃないぞ。そうだね、一応観察した結果ではあるからね。冗談じゃない。ありのままを伝えてるだけだ。砂糖の入った爆弾だ。考えてみよう。砂糖は硫酸に激しく反応する。だが爆発を起こすほど激しくはない。錬金術に詳しいとはな。オクセンフルト学院で少しな。だが思い出にふける時ではない。お前は宝を見つけるんだ。俺の伝記を書くわけじゃない。他に爆弾について分かったことは？そうね、下水管の中にあったね。確かにね。爆弾は金庫室の壁の下水管で爆発した。だがその時下水管終端の柵は定位置にあった。つまり爆弾はどうにかして浴場から下水管に入った。その通り。こんな感じかもしれん。犯人はまず浴槽を空にして、そこから下水管に爆弾を落とした。爆弾は排水とともに流れ落ち、柵の上に乗っかり、バートの言葉を借りればドカーンだ。そうだね。じゃあ調べますか。どの下水管から爆弾が落とされたか調べよう。見込みのある手がかりは下水管だけだ。どの浴槽につながってるか知りたい。ハッペンが客の記録を残してる。侵入された日に誰があの浴槽を使ったか分かるはずだ。まずまずの成果だな。認めてもらって光栄だ。その皮肉聞けなくて寂しかった。そうか。うん、ズボンにナイフがないぐらいの寂しさだ。まあ皮肉をね、言うのが仕事みたいなもんやからね。よし、右の浴槽を調査しろ。俺は左を見る。何か見つけたら呼べ。ほんじゃあね、お、ここ。お、レベル上がったね。うん、ここには何もないな。アイテム後で取るか。ん？水面に何か浮いてる。油のようだな。おお、あ、油だね。黒くなってるもんね。お、これ銀の蓋。下水道で見つけた容器の底だ。ディクストラ、来てくれ。何かあったか？ああ、爆弾の一部だ。ハッペン、本番浴槽を排水しろ。客の記録も持ってこい。そう、そうだね。ハッペンは容疑者候補に入ってないの。ところで、ハッペンはどうなんだ？金庫の話が耳に入ったかもしれないし、いつでも浴場に入れる。ハッペンには山ほど欠点がある。尊大で見えっぱりで、本当に嫌な奴だ。皮肉に聞こえるだろう。だが奴の忠誠は疑う余地がない。どうして言い切れる？お前が化け物を熟知しているように諜報員は部下を知ってる。フィリパ・エールハートを信じたのもお前だ。確かに。だが処刑の前夜、コビーの牢獄から脱走させたのは俺じゃない。おう、まあ、これは多分前作あたりの話だろうね。じゃあそこに何があるか調べよう。そこにあるものを調べよう。柵が取り除かれてる。ここから爆弾を流したんだ。ハッペン、あの日は誰がこの浴槽を使った？ベルトルド・ハインツ議員、酒造家のヨセフ・シュバイク、それとヘンケル辺境博。ヘンケル？ありえない。ん？ありえない、なぜ？ありえない、なぜだ。
あのじいさんは去年の冬に死んだ。後藤の家に来られるはずがない。死んだ？初耳だ。返京は女を買いに行って死んだ。下着姿でな。だから家族は密葬を行った。だが俺には情報屋がいる。でも確かに見たんだ、ルーベンさん。絶対だ。話しかけたか？よく顔を見たか？いいえ、入る時に通り過ぎただけで。ではお前は偽物を見たんだ。たまには考えろ。まんまと騙されよって。そしてゲラルト、お前は今すぐに調査を始めるんだ。そうだね。まあ皮肉を持ってくるか。少しは丁寧に頼め。お前の子分じゃないんだ。口が悪くてすまない。こうして人に命令したり怒鳴ったりするのに慣れているものでね。わかった。どこから始める？エンケルの自宅、大広場の南にある人の住んでいない建物だ。そこにコソドルの手がかりがあるかもしれん。さっさと行け。結局戻っちゃうやねえか。さあさあ、レベルはね、上げれそうだけど、まあこっからまた追っかけていく感じか。でも外だね、確実に。そうそうそう。さあマップでもちょっと見ますか。あ、結構離れてるっちゃ離れてるか。うんふん。ヘンケル伯爵家だね。うん、じゃあ今回はここまでにしときましょう。結構霧が良くなってきたんだね。で次回はこの続きからやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあやっぱ面白いね、このゲームはね。まあちょっとサブクエストですが、なんかいいアイテムもらえそうなんで、続けてやっていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。